どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらこれより近日実施予定のハロウィンイベントで登場するモンスターズ館をご紹介いたします。ということで、明日公式サイト発表の明後日ハロウィンイベント開催が今現在確定しているね、このハロウィンイベントですね、今週水曜から開催です。今日は近日実施予定キャラ発表ということで見ていこうと思います。はい、でまずはこちら、ネレに進化が追加されます。ネレって確か確定枠だったよね。今見たんだけど、ハロウィンネレって3600円したんですね。まあ、それが今回新しく進化追加されます。結構強そうだけどな、予想は。バインドスキブ封印無効感プラス7強8個ボイスに超惑星、十字プラス持ってくれてます。はい、スキルは2ターンヘイストで覚醒無効全回復スキル進化が22ターンで、進化後2ターンダメージ吸収無効、1ターン盤面76マスが4ターンです。リーダースキルは闇2コンボ以上のダメージを半減、攻撃力26倍2コンボ加算、固定1ダメージ、闇の HP が 2.2 倍です。アンリオコラボのブラックワードと合わせろってことですかね。まあそんな感じの予感がしますが、まあ変身不要キャラ、まあ進化スキルだけどね。で HP 2.2 倍半減もあって、火力26倍2コンボ加算、固定1ダメージと、まあ無難なリーダーではありますね。はい、まあでもスキルの2ターンダメージ吸収盤面のナルコマスク4ターンはかなり強いと思いますし、まあ、火力も出せるのでそこも結構偉いかなとは思います。あとね、やっぱりね、ちょっと3600円にしては少し微妙な予感もまあちょっとしなくはないですけどね。まあただやっぱりあのスキルが強いのと、まああとサンリオコラボのブラックバードがどれぐらい強くなるか次第でこのネレの評価はかなり変わりそうですね。ハロウィンイベント期間中にあのブラックバードの評価発表されるので、まあそれでかなりぶっ壊してネレのね需要が上がるっていう感じの予感がしています。まあ、という感じがネレですね。はい、こちら進化いたします。さあ続きまして、こちら、闇魔デューに新たな進化追加ですか。まあマデュー進化追加されるらしい。見ていきましょう。こんな感じです。はい、バインドスキブ封印指10強3つ L 字プラスボイス超惑星10強プラス持ちです。いいね、10強3つ L 字プラスで火力も出せる最強ぶっ壊れチートやこれ。全プレイヤー確保必須ってことか。あー、これ確保しないと本当にもうバズラ一緒ついてるけどね。これ人権だわ、多分15年ぐらい使えそう。これ人権っすね、確実、もう絶対に必須で、スキルは3ターンチェーン網ドロ強スキル進化で、そして最終段階が、2ターン受けるダメージを半減、2ターンダメージ無効貫通が6ターンって感じになっております。はい、まあ、これはダメージ半減無効貫通が6ターンなんですよ。つまり敵の発狂攻撃に対して半減スキルを合わせたり、なんならそれ以外だと無効貫通に使えたりっていう非常に使い勝手のいいスキルで、しかも結構火力も出せるっていうところから、非常にこれアシスト無効回復とかもつけるって汎用性高いので、このスキルは結構あの普通に冗談抜きであのかなり使える部類に入るかなと思います。あのサブとしてね、10強4つプラスアシスト無効回復要因で火力も出せたりとか、あとダメージ半減無効貫通もあったりとか、スキルも強いので非常にいい性能してるかなと思います。リーダースキルはドロップ焦げしてダメージを半減、攻撃力26倍、固定1ダメージ、一闇の HP が 2.2 倍って感じになっております。まあ、でめっちゃいいっすね。なんか思ってた100倍強くなってる。普通に無難にこれ使えるキャラって感じですね。まあ、無効感半減スキルもあってね、非常にあの反応性も高いので、無効感伝えをしない編成においてはかなり使いやすいと思います。なんならこれもシャダにぶち込んでも強いですからね、もはやそのレベルなんで、あの本当に使い勝手はいいかなと思います。はい、でという感じがね、大魔女マデでした。しかも見た目もめっちゃ可愛いしさ、もう超いいじゃん。はい、という感じがマデでした。はい、いいですね。さあ続きまして、こちらジンギリー物語よりシビニアが可愛い衣装で登場です。仮想祭の暗殺者シビニア登場です。な、これ新キャラやん、普通に。これ待って、普通に新キャラだよね。あ、新キャラです、これ。まだ新キャラいたんすか、ハロウィン。なるほど、あ、いたんだ新キャラ。公式放送で発表されてないキャラがいたんですね。仮想祭の暗殺者、シビニア見ていきましょう。バインドスキブプラス封印指、操作負荷闇列3つ、超つなげし2つ、50倍化強化、そして、超惑星が全パラ強化持ってくれてますね。果たしてこれ他の超惑星どうなってるんですかね。明日発表なんで楽しみですね。スキルは HP50% 減少し、ロック解除上段2列闇生成が3ターンですね。あー、でもこれなむずいんだよな。結局殺し合いの周回だったらね、使いづらかったりするからね。リーダースキル闇9個以上つなげて消すダメージ撃減、攻撃26倍、ドロップ消した時回復力で15倍の HP。 あー、最強じゃん。あ、最強、はい、最強。これ強すぎん。あー、でもあれか、シビニアコンボ加算追い打ちない。あ、ごめん、全然、あ、ごめんなさい、失礼しました、全然だった、ごめん。いや、なんかちょっと一瞬めっちゃ強いかと思ったけどさ、リーダースキル的に結局コンボ加算と追い打ちがないんですね。まあ、じゃあ相方に追い打ちを補って回復盛りまくればワンチャンって感じか。あー、まあでも、まあ、使えなくはないな、わかんない。ちょっとこれね、難しいキャラっすね。
あの全然弱く、まず一つ言えるのは絶対弱くはない、絶対弱くはなくてすごい難しいですね。けどまあこの辞書 50% 辞書が結構痛いとは思うので、そこをどう補っていけるかっていう感じではある。そこの使いづらさはありますが、まあその代わりまあね、闇二列生成、まあでもね 50% 現象痛いからな、まあ、その代わり6回二列生成が3番なんで、どうしてもね、あのキリミちゃんいるじゃん、キリミちゃんがやっぱりあんまり使われていなくなった現状を見るとやっぱちょっと難しさはあるとは思うんだけども、まあうまいこと使えればシミニアもかなりぶっ壊れたキャラになると思いますし、実際ね、あの間違いなく優秀なキャラではありますね、優秀なキャラであることは間違いないと思います。武器チーム HP2 つ、チーム回復2つ、クライム耐性プラスです。マジでさ、マジでやばいな、ハロウィンの武器壊しすぎだろ本当に、これゲーム壊れるぞマジで、ここまで行くとやばいだろこれ。いや、やりすぎだけどねこれさすがに。いや、あのね、ちょっとね、これやりすぎかもしれない。あのエクゾディアが暗闇耐性チーム HP2 個でね、まあまあいいじゃんみたいな感じだったのに、これチーム回復2個ついたらもう本当にこれすごいっすね。これはマジでもう本当になんかやってんなって感じ。うん、シビニアはまあまあ別に無理しなくていいかと思ったけど、武器これもう最強やね、こんな、これやばいっすね、この武器が一番やばい、これあの本当にやばいっすねこの武器は、っていうのがねシビニア武器です。しかもこれどうせスキルレベル1で8ターンとかでしょ、武器おかしいでしょこれ、やば。はい、続きましてよろしくマンジュベルゼブブです、見ていきましょう。よろしくですじゃなくて、よろしくですじゃなくてね、よろしくですじゃないんですけども、リアリティ6です。バインドスキブ4 じゃあ見えた、もう先にバインドスキル4、超つなげし2つ、闇列3つ、枝豆、超惑星超つなげしです、スキル敵1体に4649万の、もうあパズルだよ、本当に何が何でもハロウィンガチャを引かしたいんだね。お前ら絶対この後どうせぶっ壊れコラボ出すからっつってさ、やべえなマジで。あ、もういいわ、まず超つなげし3つで火力出せるのはめちゃめちゃ偉い。スキルが敵1体に4649万の固定ダメージ、これ当然パズドラ史上最高火力です、当たり前だけど、あの本当にやばい。まあ、敵全体に何千万とかはあったけど、セーナみたいな敵一体なんで、もちろん使い分けじゃなりますけど、とはいっても4649万の固定ダメージ16ターンやばいっすねこれ。リーダースキルは闇12個消しダメージを激減、攻撃力20倍固定4649万ダメージ、でもこんぐらいやってくれた方が面白いからいいけど、これ新キャラなんだよね、既存でやれよおもろいから。はい、という感じがベルゼブブでした。武器はスキブ2個に闇列3つに4649万固定ダメージ、やばいけどな、もうやばい、やばい、これやばい、強すぎる、ちょっと待てこれ、まあでも星6だからいいか、ちょっと待て、強すぎるだろ。はい、続きまして、チャコル、お、チャコル強化入るんですね。バインドスキビオン、指操作負荷、闇コンボ強化プラス、10強4つ L 字プラス持ちで、スキルは6解除に8ターンダメージ軽減が7ターンです、めっちゃいいね。リーダースキル闇回復同時で攻撃力25倍4コンボ加算9コンボ激減です。はい、まあ、10強4つに操作負荷あってね、火力もちょっと出るようになりましたし、まあ、スキルも7ターンで打てる8ターン経験なんで悪くはないですね。あ、いい強化もらえてはいると思います。黒ひげティーチなんだ、バインドスキブ操作負荷指7強6個無効感プラス水コンボ強化プラス持ち、スキルは6解除に2ターン自分の攻撃5倍、属性吸収無効が2ターンです。あ、もうだからこいつを使い続ければもう属性吸収がループするんですね。リーダースキル8コンボ以上攻撃35倍固定値ダメージ、水2コンボダメージ77パー軽減2コンボ加算っていう感じでした。はい、という感じがハロウィンイベントでした。あ、もうあの終わったパズドラ、あ、まあ言い過ぎだけど、でも本当にやばいっすね。まあネレに関してはまあ既存キャラということで控えめの性能です。まあ別になんかブラックバードがサンリオコラボで実装されるんでそれ次第かなっていう感じ。まあでも冷静に考えたら4ターンで打てる2ターンダメージ吸収1ターン番目のナルコマスってまあまあやばいな。これがネレです。マルフに関しては6ターンで打てる2ターンダメージ半減2ターン無効貫通で、まあ10強打つアシスト無効回復もあるので、まあそれは良さそうですね。はい、シビニアはこっちは使うのちょっと難しそうだけど、うまいこと周回編成組めたらめっちゃ強そうですね。まあ、これのあの何も考えず脳死で強いって言ってもいいんだけど、実際やっぱキリミちゃんっていう前例があって、キリミちゃんがそんなに使われているのを見ると、まあ、比較的ちょっと控えめになるかなとは思いますけど、まあ、とは言っても相方次第ですね。まあ、あのシビニアに相性のいい相方が出れば一気にぶっ壊れるので、まあ、それ次第かなっていう感じではありますね。はい、これでも3体いるからね、ループ運用はあんまり現実的ではないですね。で武器はもう最強よこれ、本当にこれが結構ねここ最近で一番インパクトあったわ。暗闇耐性チーム HP2 個武器のエクゾディアがこれだけ重宝されてきにもかかわらず、これチーム回復2個つきますからね。まあ、スキルターン3ターンと短いんですけど、あ、多分スキルベース1だと8ターンなんですよね。だから8ターンだったら全然使えちゃうんで、まあ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 、もうやばいっすね普通に。
で、もう持ってやばいのはこいつ。うん。バインドスキルの調整だけし3つで火力もやべえし、4649万固定もあるし。何よりこの武器がやばいだろ、武器が。こっちもやばいけどね、4649万固定ダメージも。武器だろ、これ。月分2個やめれつ3つってやばいだろ、これ、普通に。ね。しかも4649固定よ。強すぎ。これがいっちゃやべえけどな、っていう感じでした。はい。まあでも星6に出るだけまだベレゼブブは全然マシなんで、なんなら結構引ける人多いと思うんで良さそうですね。まあただハロウィンはね、僕言うこれたんでスルーしろって言いましたけど、ここまでされたらもう引くしかないっすね、まあ、っていう感じでした。はい、ということで今日はねハロウィン新キャラ発表でした。まあマジでぶっ壊れてるね新キャラが多いのに対して、既存は比較的控えめかなと思いますが、まあぜひね新キャラ狙ってガチャ引いてみてください。まあでもこんぐらいやってくれたらおもろいはおもろいんだけど、ちょっとインフレの波は怖いですね。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。